午後6時25分現在の関越道の道路情報をお知らせします。この時間、関越道では通行上支障となる事故や渋滞などの情報は入っていません。新型コロナウイルス感染拡大防止に関する新潟県からのお知らせです。運転、運休、運施設に該当する場所を避け、不要不急の外出を控えてください。体調に不安を感じたら、帰国者、接触者相談センターにご相談ください。安全運転でお出かけください。